消えてしまいました。今の女性は一体どなただったのでしょう。やはり例によって主様のお知り合いなのですか。失礼いたしました。いくら主様といえどお知り合いでない女性もいらっしゃいますよね。私少し安心でございます。それにしても改めて申し訳ありません。主様を一人きりにしてしまって主様のお力はランドソルを狙う新たな悪に対抗できる切り札というお話です。場合によっては直接狙われてしまうこともあるかもしれません。これからは今まで以上に片時も離れることなく主様をお守りしなくてはなりませんね。主様、私は心配でございます。この町を守りたいというペコリーヌ様のお気持ちはとてもよくわかりますし、私もできるだけお力添えをしたいと思います。ですがそのために主様がまた危険な目に遭われてしまうと考えると私は本当に恐ろしいのです。もう私はあの時のような思いは二度とは。あの時みたいに致命傷を負ってしまったらもう少年は助からない。奇跡は二度も三度も起こらない。そう思ってほしいな。ラビリスト様。いや、今度の再会は随分早かったね。奇跡は二度も三度も。その通りですね。私も主様を二度も三度もあのような目に遭わせてしまうようなことはまっぴらでございます。それから先ほども言わなくてはと思ったのですが、本当に申し訳ございません。ラビリスタ様。え？その以前にあちらの世界にてラビリスタ様から頼まれていたことです。皆様があちらの世界に帰ることができるよう、忘れてしまった真実を思い出せるよう多くの人に伝えてほしいと。ですが私はまだ何もできておらず。ああ、それか。いいよいいよ、気にしないで。焦らず粘り強くやっていこう。むしろ君がそのお願いを覚えていてくれたこと、真摯に向き合おうとしてくれたことの方が私はとても嬉しいな。だって君には他の何よりも大切な守るべきものがいるんだから。はい。ですが私の力などほんのちっぽけなものに過ぎません。カイザーインサイドとの戦いでは何のお役に立つこともできず、危うく主様を失ってしまうところでした。そして次にランドソルを狙う敵はカイザーインサイトが全力を尽くして挑もうとしていた存在だと聞いております。私は今度こそ守りきれるのでしょうか。他の何より大事な主様のことを。君は本当に優しい子だね。少年の影響か、あるいは彼の声の教育が正しかったのか。それじゃあ君にだけこっそりいいことを教えてあげよう。私の推測だとね、少年の新しい力、プリンセスフォームの力を身にまとうには君たちの側にも大事な条件が2つある。条件でございますか。一つはセブンクラウンズ級の敵を打倒していること。ほら、強い敵を倒すとレベルアップするのは世の習わしだろ。ではあと一つは。それはね、
は本当なのですか？ああ、試してみればきっとわかるさ。残念ながら私にはちょっと難しいかもしれないけどね。うん、さて私はそろそろおいともしようかな。リノちゃんやしずるちゃんにも顔を見せてこないとね。ラビリスタ様、ありがとうございました。うん、じゃあ二人ともまたね。行ってしまわれましたね。相変わらず不思議な方です。あちらの世界、私たちの来た元の世界、いつかは私たちもあちらの世界へと。主様、私は主様のガイド役です。主様を守り導きお助けする役割です。私は心より主様の従者でよかったと思っています。主様と一緒にいられてとても幸福です。私はできるならいつまでも主様の。いるよ。よかった、見つかったんだね。皆様、まったくフラフラしてんじゃないわよバカ。無事なようでよかったよ。それじゃ戻ろうか。ああそうですね。では主様、手をつないで帰りましょうか。私たちの家へ。ランドソル、空の上からでもこんなにも騒がしい。でもやらなくちゃ。私の願いのために。